皆さんこんにちは。若手の実力派歌手が台頭しつつある近年の演歌界において、歌って踊れるイケメン演歌歌手としてじわじわと人気が上昇中の竹島宏さん。さまざまなカラーや魅力を持った歌手が増える中、踊るをテーマに振り付き歌唱シリーズで新境地を開いています。また人柄が垣間見えるファンへの真摯で誠実な対応も評判を呼んでいます。プライベートな情報はあまり伝わってきませんが、ジャニーズのタレントでもおかしくないルックスなだけに、結婚や恋愛事情もファンにとっては気になるところでしょう。マネージャーと結婚するのではという噂がささやかれています。竹島宏さんは1978年8月28日生まれ、福井県福井市の出身です。演歌やムード歌謡を歌っています。本名で活動しており、身長は172センチメートル、オフィス K に所属しています。2002年、24歳の時にいいもんだいいもんだでデビューして以降は楽曲の幅を広げており、最近は踊らされちゃう歌謡曲シリーズで新境地を開拓しました。2019年6月12日リリースの新曲夢の振り子はその第3弾にあたり、NHKBS 時代劇大富豪同心の主題歌になりました。キャッチーな振り付けのダンスは歌謡番組でも好評のようです。まるで王子様という声もあるほど、演歌界では突出したイケメンの竹島宏さん、及川光博さんや神木隆之介さんにどことなく似た雰囲気があると言われています。過去にはアイドル演歌歌手として北川大輔さん、山内圭介さんと共にイケメンさんというユニットも組んでいました。すでに40代に突入していることもあり、結婚していてもおかしくないのですが、独身であることが分かっています。本人の弁によると、なんと恋愛すらしていないとのことでした。その理由は、目標を達成するまでは脇目を振らないと決意したからだといいます。その掲げる目標とは NHK 紅白歌合戦に出場することなのだそうです。一部ではマネージャーと結婚するのではないかともささやかれていますが、交際の事実を裏付ける情報は見つかりませんでした。ファンの目撃証言によると、マネージャーはロングヘアの美人なのだそうです。ここは竹島宏さんの言葉を信じるより他ありませんが、イケメンの竹島宏さんのこと、紅白初出場を果たした暁には誰かと電撃的に結婚するというニュースが飛び込んでくるかもしれません。オフィス K という事務所は1990年に設立された渋谷区にある事務所です。代表取締役社長は尾崎海さんで、演歌歌手の蒼井彦太さんや天野亮さんも所属しています。歌手の育成や音楽出版、 CD 公演の企画制作のほか番組制作も行っており、竹島宏さんが MC を務める竹島宏の歌 MAX もオフィス K の制作です。この事務所に所属したきっかけは、大学時代に出場したカラオケ審査会で出会った作詞家の久志人京介さんだとされています。久志人京介さんからオフィス K を紹介され、電話番のアルバイトとして働くようになったそうです。やがて竹島宏の歌 MAX の前身である歌謡サロン演歌がええじゃんの制作を手伝うようになり、番組内で歌う機会に恵まれてデビューへとつながっていきます。出身中学や高校については、自身のブログ P64 ダイアリーでたびたび触れていますね。福井市藤島中学校から福井県立越高等学校に進学したことを公表しています。子供の頃は宿題を予定通りに終わらせることが苦手で、時々叱られていたという竹島宏さん。もともと外科医に憧れていた竹島宏さんは、小学生の時に坂本冬美さんのコンサートを見て、そのもともと抱いていた夢が吹き飛んでしまい、演歌歌手になることを決意したそうです。その強い決意を両親に告げると、とても驚いていたそうです。両親は演歌にあまり興味がなく、幼少期の竹島宏さんは独学で歌の練習をする毎日でした。自宅で窓を開けて歌の練習に励んでいたと語っています。竹島宏さんはブログを頻繁に更新していますが、両親についてはほとんど言及していません。とはいえ仲が悪いということではなく、両親に対する感謝の気持ちや愛情は数少ない記事から十分に伝わってきます。中学に入った竹島宏さんは、ひとたび決意を固めると、もはや勉強はどうでもよくなり、高校進学の必要性も感じなかったそうです。しかし
周囲に説得されたのか、進学したのは県内でも指折りの進学校で、遠方から通学する生徒もいる高校でした。越高校は生徒数が1000人に近い規模の大きい高校で、2015年からは中高一貫校として福井県立越中学校が併設されています。竹島博さんは明治大学経営学部を卒業しています。高校の進路相談で演歌歌手を目指すことを先生に打ち明けるも、やはり猛反対されたようです。しかし竹島博さんはすでに歌手になることで頭がいっぱいだったそうです。とりあえず上京してチャンスをつかもうと進学を決めました。先生や両親は大学生活を送るうちに考えが変わるだろうと高をくくっていたようです。大学時代は公認サークル社会学研究部に所属していたとのことなので、演歌歌手を目指す傍らそれなりに学生生活をエンジョイしていたのではないでしょうか。これからデビューに向けての準備が始まるというある日、社長への挨拶のため上京してきた両親は次のように竹島博さんに伝えたそうです。博、この先何があっても一生をかけて社長さんや事務所の皆さんにご恩返ししなさい。皆さんのことを裏切るようなことしたら許さんぞ、とエールにも似たカツを入れられたといいます。この言葉は竹島博さんにとって一生忘れられない言葉となりました。一つの目標を達成してから次の夢に向かいたいと話す竹島博さん。おそらく竹島博さんとしては故郷に錦を飾りたいけれども、まだ目標とする場所には立てていないという歯がゆい思いがあるのでしょう。別のブログ記事には自身を不詳の息子とも書いており、まだ両親には晴れやかに顔向けできないと考えているように感じます。竹島博さんには弟さんがいて職業は警察官とのことです。ブログには祖父母がよく登場します。おじいちゃん子おばあちゃん子だったとインタビューでも答えています。竹島博さんは18歳で上京してからずっと手放さず一緒に引っ越しをしてきたものが2つあるのだそうです。それは祖父がプレゼントしてくれた目覚まし時計と祖母が揃えてくれた布団でした。目覚まし時計は小学校に上がって最初の誕生日に祖父から贈られた宝物だといいます。大好きだった祖父は2009年大阪でのクリスマスディナーショーの前日に他界してしまいました。目覚まし時計を形見と思い共に生活してきた竹島博さんでしたが、その時計も翌年に役目を終えることになったそうです。こまめに投稿している竹島博さんのブログ記事はいつも丁寧で落ち着きのある言葉遣いで綴られています。きらびやかな芸能界に身を置く人間ではなく、どこか純朴な文学青年といった印象があります。仕事で故郷福井を訪れた際は空や自然の風景画像をアップすることが多いようです。公園先の地方で目にした雪景色や美しい朝焼けにも少年時代を思い出すといいます。福井で家族と過ごした日々はかけがえのない大切な思い出なのでしょう。悲願の紅白出場を果たした後、何を次の目標とするのかファンにとっては気になるところでしょう。恋愛事情も含めて今後に注目していきたいと思います。